生物農薬とは、農薬としての目的で利用される、生きた生物を言う。生物としては、昆虫、線虫、菌類などが中心である。生物農薬に対し競技の農薬を区別する場合、そちらは、化学農薬と呼ばれる。特に天敵を利用する場合を天敵農薬、微生物を利用する場合を微生物農薬ということがある。生物的防除とも呼ばれる。なお、 農薬の中には、生物由来の物質もあり、こうしたものも含めて、生物農薬という場合もある。しかし、本項目においては、生きた生物に限って説明する。種類にもよるが生きた生物であるため、化学農薬と比べて、一般的に次のような違いある。点滴利用を中心とした、施設園芸における、IPM 指導マニュアル。千葉県農林水産技術会議。 2018年1月1日閲覧。P6、スワルスキー、生物農薬アザミウマホカ。アリスタライフサイエンス株式会社。2018年1月1日閲覧。微生物殺虫剤の改良と作用メカニズム。マイケロブスインバイレンメンツボリューム14ナンバー。4P245 から252。ありがとうございます。